はい、どうもゆきです。えー、本日はね、カード1巡目最終試合、埼玉西武さんとの今カード3戦目があったんですが、結果は4対1で勝利。マジなんと今シーズン初のサンタで、で、 えー、合わせで今週夏初の4連勝。ホークス12球団で10勝1番乗り。貯金が6となりました。ようやっとるようやりすぎとる誰がこの展開を予想したでしょうか先発陣の頑張りがね、あの、我々の予想の50倍ぐらいすごいですよね。ね、前評判とは真逆の先発陣。そして前評判通りの強力な打線。これがうまいこと噛み合ってね、えー、とりあえず開幕から5カード連続で負け越しなしという非常に美しい結果に繋がったんじゃないかなと思います。えー、それでは本日のサメ振り返っていきましょう。本日のサメがこちら。ホークスはもう本当にね、毎日ほとんど面々が一緒でね、 ツッコみどころがなくて難しいですね。まあ、わかりやすいところで言うと、ウォーカーがスタメンから外れて、今日は、なんと指名打者でアキラ。指名打者アキラってなかなか珍しいですよね。でね、今日は先発が大津君ということで、まあ、こちらもスチャートと同じパターンでね、オープン戦から一緒にバッテリーをよく組んでる、海野君がスタメンマスクに起用されましたよと。で、西武さんの方の打線見てみるとね、昨日は1番打っていたコールデロが、ちょっと不調なこともあり8番になっているってのと、昨日ね、モイナロからもヒットを放っていたトンザイ選手を1番に持ってきてるっていう感じですかね。はい、それでは本日の試合を振り返っていきましょう。本日のね、えー、西武さんの先発が高橋コーナー。 選手ということでまあ簡単に点取る相手ではないわなと協、えー、力一二三番シュート今宮柳田ワンツースリーという間に抑えられました <laughs>、まあ。しょうがないですね。ただもう大津くんもねもう全然負けてない投球内容でまあいきなりそうですよこれですねまあパテリにも乗ってましたけど野崎選手の打球がちょ大津くんの背中側飛んでいったんですけどもうノールックでハイキャッチ極絶かっていうね華麗な技を見せて早速先頭打者アウト取りましたよとツースリーになっちゃってたんでね当然このファインプレーでアウト取れたのは多分大津くの精神的にもかなりいい影響をもたらしたんじゃない。 ないで、ししょうか。は源田選選手手をセセカンンドゴロ、佐藤流星選手をセンター,フレー抑抑ええて、てこちらもアッケージを 1, 2, ででくれましたで。なんと、本日、チームはついたね、あの、山川穂高さんということで、やっぱ昨日で自信を取り戻したのもあるんですかね。まあ、こんな感じで別に長打じゃなくても、コンスタントにヒットが出ればね、メンタルも安定して、で、メンタルが安定すれば成績も安定すると、そういういいスパイラルに入れるかもしれませんね。さらに、コンちゃんもヒット。なんでかあんまり印象残ってないですけど、コンちゃんめっちゃ打ってますよね、普通に。僕 <laughs>、ま、ま、僕だけかもしれないですけど、中途、今宮、柳田、山川ですね。もう上位の人たちが大暴れすぎて、コンちゃん 普通に活躍してるのになぜか若干影が薄いのかなっていう、い薄くはないけど、そんな中でもやっぱね。 もうきちんとヒットを打ってくれる。これは七億の決め。で、ノアと一塁二塁だったんで、あれこれもしかして点取れるんじゃねって思ったんですけど、アキラは三振。フライラックはフォアボール。ワンナータ満塁になったんですが、海ちゃんゲッツ。お<っ>いやー、海田君ね、リーグの中でもトップクラスのピッチャーなんだ。あいては。まあ、そう簡単にはヒット打ってないと思いますけど、ここゲッツー以外ならねせめてゲッツーはなんとか回避してほしかったですね。もう犠牲フライとか打てたらもう万バ々ンバン歳ですし。まあ、とりあえずホークス最初のダンスでは、えー、無得点ということになりました。もう見ててコントロールもいいし、まあ、チェンジアップで空振り,取り、ま。 まくるし、スライダーとかもね。この基本的な変化球のキレもいいし、ワンシームとかマジで全盛期オリックス金子千尋選手のようなう変幻自在なピッチングで簡単にはそれを許さないピッチングをしてくれました。大津君、そして試合が動いたのが3回目で前頭マッキーがヒット。いやマッキー調子上げてきたの。マジでかい9番っつったら当たり前ですけど、もう1番に上位打線に下がっていく。地味に重要な打順なんで、ここに座っているマッキーがね。コンスタントにスルーしてくれると、もう打順の打線の潤滑油となって、得点チャンス激増すると思うんでね。マッキーがこうやって打ってくれるのはありがたいですね。で、シュートくんはファースト。 たんですがその間にマキが二塁へ続く今美がライトフライで、えー、タッチアップでマッキーが一気に三塁へまあランナー三塁タイへつアウトなかなか厳しい状況であるんですがギーターならギーターなら打ってくれるんじゃないかな打っていく <laughs> もうギーターやべえマジで最近相当打つ本当に国 <laughs> 天気に強すぎることしのギータ昨日はちょっとドスコイさんがねなんか八打点とか意味わからんことやってたんで一気に 打点王の座奪われたんですけど。いや、もちろん二人とも応援したいですけどね。ピータに関してはもうずっとずっと好きな選手なんで、ぜひね、今まで取ったことない打点王のタイトルを取ってほしいんですけれど、このペースでね、得点圏で打ちまくってたら、本当と打点王夢じゃないんじゃないですかね。ライトへの見事な地域で、ね、強敵高志コーナー選手から先制とあげましょう。で、ホタカさんは、フォアボールと。いいですね。ヒットからのフォアボール。二打席連続する。これぞ4番の仕事。さらにここで5番近藤健介。セカンドゴロ。 まあ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 。猿も木から落ちるよってね。まあイケメンもたまにはセカンドゴロ打つと。まあこれはしね。ただ貴重な貴重な先生と呼ばれましたその後はね、大津くんランナーた、時折出したりするんですけど、その後も出して取るピッチングでテンポよく打ち取って。でまあ、相手の高橋コナ選手もさすがですね、まあ。ただここで4回も手で海野くんがツーベース打つんですけど、ね、ないバッチなんですけど、いや満塁の時にそれ惜しかった。<laughs> いやすごいよ。 高橋コーナーーナからレフトへの見事なツーベースマジでないバッチよ、まあ、ただこ、この場面にはね、いや、今回ってなった人もね、多いじゃないでしょうか。いや、でもね、海野君本当にないバッチでした。ただ、結局、高得が続けず、4回も手も無得点。ただね、しばらくお互い無得点が続きます。で、えー、再び試合が動いたのが、6回も手。先頭コンチャンが空振りを喫して、えアキラもセカンドゴロ。ツーアートランの話。うわぁ、この回は三者凡退かよ、と思ってたら、なんとクリアル君がセンター前ヒット。なんと4月7日ぶり、ちょうど1週間ぶりのヒットだったそうで。いや、よかったね、クリアル君。しかも地味にこの後もまたセンター前ヒット打って、なんと今日、フォアボールも含めて 小久保監督もね、あの、もちろん栗原札幌まで連れていきますと。引き続き1軍同行も決まったということでね。いや、土俵際で、今日ももし4択とかしてたら、本当に結構、スタメン落ち、青谷2軍まであったかもしれないなと思うんですけど、土壇場で結果出しましたね、栗原くん。いや、マジで嬉しい。栗原くんまで打ち出したらもう、本当、打線の休みどころないですからね、今、ホーフス。個人的に結構なキーマンの一人だなと思ってるんで、なんとかね、まだまだシーズン始まったばかりですから、ここから調子上げていってほしいですね。で、栗原くんの1週間ぶりのヒット。 すべてはここから始まりました。続く海野くんがフォアボールを選んで、で、ここでツアー取らないチェリにいる巻き。放っただけは、フラフラっと、レフトへ。いやー、まあ、あって、後点ヒットまで、まあ、追加点は厳しいかなと思ってたら、えー、タイムリースリーベース。ん、うん、いや、コルデロが、レフトのコルデロがね、あの、スライディングキャッチを試みたんですけど、なんか目測を誤ったのか、グラブにかすりもせずに、スッと、 ちょっと後ろに反らしてしまって、もう一塁ランナーの海野くんまで帰ってきて、で、エラーもつかず、記録2点タイムリースリーベース。もうマッキーにとって最高でしょ、これ。2打点ついて、で、スリーベースやから超打率とかも爆上がりでしょうしね。ただ相手目線で言うとね、このエラーされたらたまらんやろね。この大事な場面で。ちょっと敵ながら、これはさすがに高橋コーナー選手が、さすがに可哀想だなと思わざるを得ないようなプレーでした。もうここがもう、今日の勝負の決め手でしたね。今日の試合のね、体勢が消したように思います。しかもこれにとどまらず、なんとト東くんもタイムリーで、ホース一挙、このユニ ここまで周東君ねセーフィティバントとかも試みてたんですけどヒットが生まれない中で4打席目でチリとタイムリー打っていくといやー素晴らしいっていう言い方リス高すぎやろこれ <laughs>。 いやー、周東くんね、2020年を超えるような成績残してほしいですよね。大活躍の2020年が、打率2割7分、で、50盗塁。このペースなら余裕で2割7分、干せるんちゃうかな。まあよくは言わないんで、まあパリーグ打てってよく言われてますし、いや、今年2割8分五輪とか残してくれたら、もうホークス優勝してるんじゃないかなって思うんですけどね。周東ーーくんのホームまでの生還率考えたら。ちょっと今年ね、僕個人の勝手な願いですけど、ちょっと2割8分五輪を超えてほしいなと思います、周東ーーさんにはね。というわけで、えー、ホークス4対0、大量リード。で、大津くん先頭バッターヒットで出すんで、 ですがロックヨラ続くトナサキ選手をゲッツでしとってゲ田選手もファーストボールでしとってスリだとチェンジで7回もて今見が先頭ヒット出るもののその後は今見が先頭のヒット続くギータもヒットでここでギータがモーダ賞とどうしたんギータを今年すごないギータってなんかわりかし4月前半とかねフォアボールで失礼とかするもののそんなハイペースでヒット量産しまくるっていうシーズン結構珍しい方だと思うんですけど今年やばいっすねギータめちゃみちゃに打ちまくってるまあやっぱ本ちゃんもそうですし。 ホタカとかウーカーとかねもう自分以外にも長打を打てる選手が入ってきてやっぱすごい気楽にバット触れるっていうのが でかいのかもしれないですね。2年前までとか絶対俺が決めなくちゃってプレッシャー多いにあったでしょうからね。いやー、今年もなんかタイトル取ってほしいな。まあ、先ほども言った通り、ちょっと今年は打点を狙ってほしいなと思います。本当はね、ホームランを取ってほしいんやけどね。まあ、あホタカもいることやしね、なかなかホームランを厳しいかな。えー、そしてその次その男は月。おい当たりは良かったんですけどね。ちょっと飛ぶコースがショート真正面すぎて余裕の月。山川大高さん打点をで割り、閉殺をでもあるという現状ですね。まあまあまあ、ここの月に関しては、だいぶ流れはホークスにすでに来てたんで、いっちゃいいんですけど、今後もね、 いいいいいいい場面でで、まあ、打点稼いでくれれば、まあ、いいんじゃないかなかと思います <laughs> で続くコンちゃんライトフライでスレートチェンジで大津くんが先頭打者打ち取ったんですがアギラに、えっと、カーブを捉えられてソロホームラン打たれて続く大川くんはショートゴルフしとってねいやー切り替え早くていいねと思ってたんですけどここからキス選手にヒット打たれてで一旦クラ倉のコーチがマウンドまでやってきたりして交代かなと思ったんですけどピッチャー そのまま続投で、えー、続く山村選手ファーストゴールをしょって、プリーアとトチェンジ。ということで、大津くん、7回1失点、5奪三振、フォアボールわずかに1。いやーもう、偉すぎ。<laughs> どうって6番手がこれやで。どうしたんや、今年のオフス先発陣は。今のところですけど、 まあ、モイネロ・オ津ツ。中杉から先発転向した二人がね、もう二人とも素晴らしいピッチングをしてくれてるおかげで、ホークスの先発陣だいぶ安定感が増し増しとなっております。オ津ツくん、ただでさえね、元から甘いマスクで人気投手だったのに、俺先発でエースクラスの稼ぐしてたら、もう高ガールがもう2倍、3倍に増えるでしょうね。近い表は特に何もなく、アクリアルくんがね、2アンダメ放ちましたね。先ほども話した通り。ただ、その他何もなく、近いから積もりが出てきたんですが、圧巻のワーン。 2,3, 三者連続三振。いやー、松本ちゃは済ませ入れたものもでかかったですし、素晴らしかったっすね、つもり。ストレートがもううなりを上げて、多少コントロール散らばってる部分もあったんですが、逆に打ちづらかったんじゃないですかね、セーブサイドからすると。相手に脅威を与えない、もう見事なピッチングでした。で、9回表はジャンピングヤンが出てきて、えー、見事に空振り三振、空振り三振、バブボール出したものの、えー、高さかサード頃と、抑えられました。で、最終回、9回は、オスナと。まあまあまあ、ちょっと今年のオスナね、若干不安定さはありますけど、まあ、一昨とは三者問題で終わらせてくれたし、 今日もしっかりと押さえてくれるやろな、ヒット。先、ま、頭、あ、出しちゃったけど、高速押されば問題ない。大体もたえませんし、主要サードフライ。あ、そう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 、こういうのでいいんだよ、こういうので。オースなったらもうまた劇場仕掛けてたみたいけど、もう今日は劇場戦でいいからな、もうしょうがないな、オースになったらもうちゃみやな。ボー,ボール。えー 一発浴びると同点という場面で、えー、バッター、オカリ君です。怖い、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 怖い。やめてもう。マーニンか、お前は。<laughs> オリックス、平野選手みたいにな,なっとるやないか、オスナ、おい。ファンの心持て遊ぶな、と思いながら、ね、ヒヤヒヤしながら見てたんですが、オカリ君は三振。で、最後、キス選手が結構大きめなライトフライでビビったんですけど、えー、なんとか、打ち取って、スリアウト試合終了という内容でございました。いやー、怖かった。オスナ、どうしたことし、いや、まあ、最終的に抑えてくれりゃ何でもいいんですけど、ちょっとなんか、去年までの絶対的感は、ちょっと薄い。 売れてるのかなと去年と逆っすよね天髪がめっちゃ良くてむしろ後ろの方が若干不満みたいな、まあ、主にオスなんですけど <laughs> これはしばらく博多の美味しいとんこつラーメン禁止ですかねまあ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 メジャーセーブオスからね彼は、まあ、ここからまたいい感じに調子上げてくれるでしょう、まあ、何はともあれこれで改めてフォークス4連勝貯金6 12球団最速 10勝1番取りおぉ、美しすぎるぞ、ホークス。どうしたマジで。最高のスタートダッシュを切ってくれましたね。で、来週はね、えー、日山の本拠地、エスコに乗り込んで2連戦。で、福岡に戻って、オリックスと3連戦という1週間になっております。いやー、ここに来たオリックスがね、まあやはりというべきか、打線がちょっと徐々にお目覚めしてる感があるんで、非常に怖いですし、日山ともね、先週は一勝いっぱい全くの五分でしたし、まあ来週からも全く気は抜けないんですが、ちょっとね、先発が <laughs> 頑張ってくれてる今のうちに、少しでも貯金を伸ばしていただければと思うのでね、まあ、来週からも皆さんで一緒に。 僕スのね楽しんで頑張っていきましょう。えー、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。僕、最高。